全国でも珍しい、およそ100年の歴史がある木造3階建ての建築物、佐賀市の戸上電機製作所本館の内部を建築などを学ぶ学生らが見学しました。この見学会は若い世代に歴史ある木造建築物の基礎や骨組みを見て学んでもらおうと、佐賀市の戸上電機製作所と中野建設、都市工学を専攻する佐賀大学理工学部の三島信夫教授が企画しました。こちら本館の1階です。基礎を見てみますとレンガでできています。その歴史の長さを感じさせます。佐賀市の戸上電機製作所本館は1925年に建てられたもので、現存する木造3階建ては全国でも珍しいと言われています。現在耐震のための改修工事が行われていて、今日は理工学部の学生などおよそ20人が建物内の骨組みの様子など内部を見学しました。歴史が分かっていくのがすごい面白くて、とても楽しく見れてます。設計で自分がそこまで考えられないところの部分を実際に目の当たりにしたことで勉強になる部分が多かったです。戸上電機製作所によりますと、本館の改修工事は年内にすべて終わる予定だということです。